はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファンシャイン、ディテンション、やっていきたいと思います。ベッドで横になって、起きたら、なんかまた椅子に座ってたっていう。で、しかもこれ、外だわ。さあ、どっちに行けばいいんでしょうか。左でいいのかな？おっと。また赤色の川。謎ですね。このレイさんも謎の人物ですよね。目覚めるたびになんか椅子に座ってるっていう。はあ。あ、紙飛行機がある。あ、いっぱいあるな紙飛行機。旗。今んとこ特に怖いものはないですね。さっきの追いかけてきたの何だったのっていう。お、なんだ？え？ああ、入るのね。なにこれ、なにこれ。どっち行けばいいの？とりあえず左。なにこれ。なにこれ。あ、着いた。人形劇の車。夏休みにクラスの男子がこれを戦車と言って遊んでいた。不幸にもあっという間に車輪を壊してしまった。荷車に紙が置いてある。おっと、提灯を持った霊の絵に出くわしたら目を背けじっとしていること。どんなに近づけられても慌てずに離れるまで待て。あ、息は止めなくていいのね。この絵で見るとちょっと可愛いんですけどね。ちょっとね、ちょっと可愛いんですよね。でも実際に見ると怖いんでしょうね。なるほど。ここ、おっと、ここは違う、おっと、行く場所いっぱいありますな。反対側は？あ、今気づいた、これ人形の首だな。怖っ。人形の首でも気持ち悪いね。さあ、こっちは、あ、セーブできる場所。そしてなんだ、舌が長い。見回りの最中に彼らの身に不幸が降りかかり、互いをかばって二人とも死んでしまった。死者の神は二人の忠義を見込み、死の、使いに任命した。彼らは死を迎えた人のもとへ魂を取りに来る。おっと、なんかいろいろと出るんですね。ただ単に亡霊がゆらゆら歩くだけじゃなくて、おっと、完全にそういうとこじゃないですかこれ。ちょっとこれは入れるんだ。あら、なんか持ってたっけ。なんか変な長い棒持ってたよね。これなんていうんか、あ、これか、扇子となんか剣みたいな術か。なるほどね。それを探してあそこに入るという感じですかね。じゃあまず1階から探索していきましょうかね。怖いですけど。ここにも人形が落ちて、これら人形か。さあ、ここ入ってみましょう。そういえばろうそくがないね。なんかいろんな人の死体やら顔やら。うへえ。あ、人形なのこれら。人形ならいいんだけどさ。うわー、人形がいっぱい吊るされてる。うへえ。
ああ、なるほど。お金を投げ入れるのかな？でもないね。ないので、とりあえず今回はいいのかな。では暗いんだけどね。いや絶対ちょっと不気味だろう。さあまず下から攻めていこうかな。いやでもどうなる、今回地下に行っていくとか感じかな。ちょっと地下見てみよう。あ、なんかいるよ。これ違うの？これなんか誰か縛られてない？あ、人形か。誰なのかわからないって。てかこれ学校でもないよね。何なんだこれ。気持ち悪い。え、何これ。ああ。ああ、そして神々に自分の名前と出生地を告げ、母さん神々との語らいを始める。そして悩み事をうんざりするほど並べて祈りを捧げるのだ。なぜ母さんは現実の人間に相談せず目に見えない神に任せるのだろう。ああ、なるほどね。それは確かに一理ありますわな。でもね、人間では叶えられない。なんか逃げてるよ。なんか逃げたんじゃないよこれ。なんか逃げてんじゃないですか。ねえ、この者たちは何なんでしょうね。あ、嘘入るの。あ、これあそこに投げ入れるんじゃないのかな。名船でいいのかな。鍵がかかっている。あ、消えた。消えたよ。は？あ、びっくりした。怖い。怖いって。いやいやいや。もう鼻水出てくるわ。さあではちょっと燃やしに行きましょうかね。契約、悪魔との契約というわけじゃないですからね。祈りを捧げに来たんですからね私。おお、あの世の魂たちよ、名声を捧げます。どうかお守りください。あ、こんな感じのことをするんですね。お、これはこれはね、よく燃えなかったな。芭蕉扇ってやつかな。違うな、芭蕉扇違うな。これなんて読むんでしょうかね。ああ、めっちゃ笑ってるよ。え？あ、なんかろうそく持ってる今度。え？あれどうするの？息止めていくとか？あの人の形をしたものは悪鬼に疲れている。あ、ヒントくれてんだこの人。あれを見たら悪霊だと思え。でどうやったらいいの。あれ走ればいいの。あ、もうヒントないの。え、走ればよかったのかな。
悪しき信念は積み重なり、やがて、その力を渦を巻き大エースの姿を変える。これどうしたらいいの？これでブフシュームが仰ぐわけじゃないもんね。これどうすんの？息止めればいいのかな。はいよ。あかんあかん、息続かんこれ。ふう、オッケー。あ、なんか BGM 変わったよ。じゃあちょっと一回、もう一個ここありましたね。ここがあれ鍵かかってんのね。じゃあ上に行きましょう。さあここ鍵がかかってますね。でここは木の根が、これでは通れない。なんか燃やすのかな。なんか気持ち悪いな。防衛室。え、これ死体？え、これ死体？あ、フィルムか。さあ、フィルムがありますけども、プロパガンダ映画を見せられた。プロパガンダってなんだ。どんなことをしているのか見えないのかな。フィルムをなんか取り出すいうわけではないみたいですね。ええ、あー、ここでやってる感じですね。視聴室。なんか赤ちゃんの顔が、笑ってる人の顔が、なんか、そして墓石、今気づいたけど。これもらっていいのかな。え、この線香。え、なんか持ってったらなくてダーンって。でも必要なんだよね多分線香は。いやでもとりあえず何もせずに、とりあえず何もせずにちょっと他を見てみよう。他こうちょっとね、一応探索先しようかな。取るの後にして。何がガサゴソしてんの、何がガサゴソしてんの。ん、え、何これ、何ここ。暗いよ、そして通れないよ。あー、特に何もないから、あれを取らないといけないみたいですね。ですね、鍵も上にかかってて通れないしですね。マジか、取らないといけないのか。マジか、もう絶対なんか起こるんでしょ、分かってるから。もう線香を取りましょう。多分これ普通の時に見れば全然怖くない写真なんでしょうけど、なんかこういう時に見ると怖いですね。はい、取ります。はい、持ってきます。あ、え、誰の名前、誰の名前これ。ウェイ・チャンティンの墓。そうね、ウェイ君はもう
死者この世に残すものはこんな石だけなの。確かにね、なんかまあでもその人それぞれはなんか落書きされてる、なんかこんな中でしょう。ちくりま密告者のこと。ああなんか、じゃあ線香を焚きに行きましょう。目を合わせずに、反対方向を向くんすよね。背高っ、ダメじゃん。やっぱ息は止めるのね。やっぱ息は止めちゃうのね。息止めろって書いてないから息止めなくていいのかなと思ったんだけど、やっぱ絵のように息は止めるんですね。マジか。しかも首ポキッてされちゃって、ああ。ノロモチは以前あたりを漂うただの悪霊だった。それは今地獄の使いへと、やつに背を向けていれば 見られずに済む。え、背を向けてたよね。やつは人の恐怖を持つけど、息を止めるのは夢忘れるの。あ息止めるのも忘れちゃいけないよって補足してくれたね。なんとまあ、でもさ、あれ弱者の苦しいうめき、人は自分の無力さを感じるとき弱者を傷つける。なんか毎回毎回このなんか言葉がかっこいいっていうか、なんかなんなんですかね、本当にいい味出してますね。これは今線香、あ、もう線香、あれ、あ、なんだ、もう滝に行けるじゃん。あれ線香どこだっけ。1階だったよね。あ、1階じゃないな。一応場所線ちょっと入れに行っとこうか。場所線返しに来たよ。はい、どっち、こっち、あ、こっちじゃない。こっち。はい。私、返しに来たから、なんか、悪者じゃないからね。いい人だからね。なんか、後で、敵になるとかやめてね。線香どこだっけ ?2 階だった、いや、地下、いや、え、どこだっけ、地下1階か。ん、こん中だっけ、線香どこだっけ、ここ違うな。ここ人形が宙吊りにされてたとこだ。じゃあ地下だ。へえ、またこいつらか。あったー。はーい、じゃあ線香を母さんみたいにやってみよう。手に線香を持って。でも母さんみたいな願い事はしない。本当の自分として生きたい。それだけを神々に願おう。でかっ、なんか開いたよ、なんか開いたよ。え、なんか開いた音がしたよ。あ、これあれじゃん、あの人の手に持ってるやつじゃん、木札か。大丈夫、襲ってきたりしない、大丈夫。さあ、ではお返しいたしますのでね。うわ、オープン。冷たい空気が内側へと流れている。入ります。ようござんすか、ようござんすね。外なの、あ、外なのね。大統領の銅像だ。ここなんだ、学校なの？昔の学校って感じかな？もう全体的に古いからさ、不気味だよね。禁止、侵入、逆じゃない？有刺鉄線がなんかいっぱい張り巡らされてる。
そして見れない、これか。あー、え？え、何？おっと、はいよ。あかんあかん。ああ、なるほど。じじっと見たときに息止めれてればいいのか。いやいや、怖い怖い怖い。ちょうちん女でかい。さすがにちょうちんのあそこまででかいとちょっと怖いわ。私より身長高い女の人はちょっと出会ってみたいですけども。何これ、何が入ってんの。皮膚、あ、なんか服。音楽室の真ん中に鳥籠が吊り下げてある。中には人形が入っている。頭が袋で覆われている。このような人形は見たことがない。取ることはできない。ああ、なるほど、取ることはできないね。マジでピアノ。いやー、なんか音が出ない。音が出ません。あとで楽譜なんかゲットするのかな。あーは、何の部屋かさっぱりわかんない。なんだこれ、照明のスイッチは切れない。なんて読むんですかこれ。放送室的な感じかな。ちょっと待って、なんかさ、人面目なのかな。顔が気持ち悪い。スイッチオン。ほう、あ、なんかテープを持ってきて再生する感じか。はあはあはあ、カセットテープ何もゲットしないもんね。顔があるよ。顔については突っ込まないのかい。そして何もない。そして何にもないね。おっと、おっと、おっとっと、こっちは、あ、これあれか。あー、なるほど、ここに出るのね。なるほどなるほど。じゃあちょっとこっち行ってみますか。はい、また外。え？あ、これさっきのあそこの舞台と同じ感じじゃない、なんか。ねえ。これ、これ、いや、私自身は思い出してんだけどね。どうすんのこれ。これはこのままでいいのかな。特に何もないもんね。いえ。あ、なんかある。あ、カセットテープかな。おー、カセットテープゲット。行き止まり。じゃあ戻りましょう。
気味やなこれ。あれかな、ナイフで首んとこ切らないといけないとか、そういうパターンかな。また提灯女出るかな。誰ですか、誰ですか、電気切ったの誰ですか。ダメですよ、そんな人がいるのに廊下の電気切っちゃ。何、人の顔みたいやんけ。嘘だと言って嘘だと言って、え、出れないよ。私そっち行きたいんだけど、私そっち行きたいんですけど。あ、消えた。いやもうそういうさ、バグったかなと思わせといて手がバーンとか、もうやりよるはなかなか。ディテンション、これあかん。テープ伸びるんちゃう？大丈夫？すごい不協和音になってるけど。切り替え。なんか喜劇的な感じなのかな？待って、またまたさ、こうやってピアノ弾かせるつもり？あ、もしかしてこれずっと流れてんのかな。あ、すげえ、放送でずっと流れてる。私に弾けるかっちゅうの。聞こえんのかい。音鳴らねえし。いけたいけた、オンチな私でもできた。やった、おお。人を喜ばせといてビビらせるんかい。もう怖えな、こんちくじょう。取り出す。握手？握手が欲しいの？あ、そういうわけじゃない。ああ、なるほど、これでこれをレイと見立ててあそこに座らせろということですね。はい、ということで、今回はそろそろ終わるんだけど、せっかくならね、謎解きの答え分かっちゃったんで、椅子まで置きに行こうかな。はい。いやー、音痴のも私でもできちゃいますんでね、ぜひとも皆さん
こういう系やってみてください。私あのね、音楽のでででん、やべ、頭が離れなった。さあ、これを置けということですね。はい、わかりました、置きます。で、この手は何にどうなるの。はい、あれあれ、ここ置くんじゃないの、こっち置くので、あー、これお、え、まだ足りない。あれ、あともう一個いるの。あ、ちょっとなんかまだ必要なようなので、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、また次回お会いいたしましょう。じゃあね。